皆さんこんにちは、高谷ウェイクチャンネルです。今回は兵庫県西宮市にあるコーラルパークというケーブルウェイクボードの施設を紹介したいと思います。動画の構成内容です。パーク施設紹介、初心者レッスンの様子、公式チャンネルの紹介、トッププロによるケーブルの練習効果の説明、その他のコミュニティ紹介となっております。ケーブルウェイクボードとは、上空に這わされたケーブルでウェイクボーダーを引っ張る船のウェイクボードとは少し違ったタイプのウェイクボード競技になります。ケーブルウェイクボードはとても楽しくて、ウェイクボードの上達にもつながります。今回の動画で少しでも興味を持っていただけたら幸いです。それではケーブルウェイクボードの紹介動画です。早速行ってみましょう。場所は兵庫県西宮市にある西宮ビーチリゾートという関西でもかなり規模の大きなビーチリゾートです。その中にあるケーブルウェイクボード施設、その名もコーラルパークです。ボートのウェイクのようなきっちりとした予約は特に不要で、利用料金も安めに設定されております。ケーブルウェイクボードを初めて利用される方のために、レンタルやレッスン代も込みの初心者パックというメニューもあります。それでは初心者パックのレッスンの様子をご覧ください。こんにちは、アルマーレのスタッフのアイリです。今日初挑戦します。今日教えてもらうアキさんです。よろしくお願いします。ウェイクボードは1回3回ぐらいあって、ケーブルは初めてです。一発で乗れるように頑張ります。頑張ります。いや、乗れるとは思ってたんですけど、一発で。一発で乗れました。でもちょっと難しいので、次完璧にしたいと思います。繁盛期の時は事前に予約が必要な時もありますので、公式サイトや当施設にお問い合わせくださいませ。コーラルパークの YouTube 公式チャンネルでは、施設の紹介や初心者のためのライディングの入門動画がありますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。この動画の概要欄にリンク先を貼っていますので、お探しの方はそちらからアクセスもよろしくお願いします。また国内のトップ選手もよく利用していたり、スタッフやショップライダーにプロが在籍しているので、大迫力のライディングを見ることができたり、プロレッスンを受けることも可能です。ケーブルウェイクボードはスピードが通常より遅く、またラインのエンドが高く、キッカーというジャンプ台を使えば普段ではできない練習効果をもたらすことができます。その効果をウェイクボード日本チャンピオンの池田斗也選手に説明をいただいております。ケーブルで効果的なボートにつながる練習とかっていうのは、キッカーあ一番メインですね。ボートにだいぶつながりやすい状態になりますかね、はい、ケーブルはやっぱボートと違って30分じゃなくて2時間が3時間、1日って練習できるんで、はいはい、ボートでトライする数よりかはもうはるかに、うん、数がね、はい、出てますし、数ができるんで、はい、恐怖心をとりあえずなくせるっていう。確かにスピードも遅いですし、スピードも遅いし、やっぱキッカーは最低これぐらいは飛ぶっていうのが決まってるんで、うん、やっぱりそもそもキッカーの高さが高い、はい、高さのスタートが高いから、はい、ボートの前にキッカーで怖さの殻を破ったりとか、はい、まあローボックスとか、はい、まあ、今はジブとかあるんですけれども、そうですね、ローボックスはやっぱスピンの高回転のハンドルパス、はい、ハンドルパスを慣れるために、まあ、イメージはつきやすい、うん、そうですよね、パス動作の慣れとか、うん、目の慣れ、なるほど、そういった感じで練習されていると。私もプロ昇格の決め手となった 3D トリックワイリーバードは、このコーラルパークのキッカーで練習をしました。その時たくさんの人たちからアドバイスや応援をしていただき、見事体得することができました。コーラルパークを利用しているウェイクボーダーの皆さんはとても気さくで優しい人たちばかりです。ケーブルウェイクを教えてもらったり、楽しく会話をしたりと、ウェイクの輪がとても広まります。またこのコーラルパークではケーブルウェイクの大会を開催して、皆さんで楽しめる催しもあります。ビギナークラスやミドルクラス、オープンクラスなど、ご自身の実力に合ったクラスに出場が可能です。大会以外でもビーチリゾート一面にキッチンカーを呼んでフードフェスティバルを開催したり、ミュージックイベントやダンスショーなども併設され、まさに都会のリゾートとはこのことでございます。また西宮ビーチリゾートではペットと一緒に利用できるショップや芝生エリア、ドッグランなどもあり、
愛犬家の皆様にはとても嬉しい環境となっております。レストランやカフェではとても美味しいリゾート料理のお店がたくさんあります。店内の雰囲気もさることながら、テラス席では潮風が気持ちよく、太陽の日差しの下で海を眺めながらゆっくりとお食事をお楽しみくださいませ。またコーラルパークではケーブルウェイクボードの他にも、ボートのウェイクボードやウェイクサーフィンの船を使ったトーイングサービスやサップボードなどのマリンスポーツも利用することが可能です。まさにビーチリゾートを網羅した国内でも最高のリゾート施設となっております。いかがだったでしょうか。こちらの施設ではたまに芸能人やプロスポーツ選手がテレビの取材やプライベートで利用されていることもありますので、有名人に会えたり一緒に写真を撮ることも可能です。またコーラルパークへの交通の利便性もよく、関西圏以外の方でもお近くに来られた際はぜひ当施設をご利用くださいませ。コーラルパークの紹介動画は以上になります。それでは次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。